はい、どうもタンタンです。今日はアヌエネからこの度新製品新発売されました、こちらの機種をご紹介したいと思います。モデル名が AAA3 ですね。こちらは、オールアカシア単板を使ったこちらテナーサイズでございます。アカシア材こんな感じですね。ちょっと濃い感じの色かな、これもこんな感じのアカシア単板にメイプルですね。このトップバックに巻かれているバインディング、これメイプルで巻かれております。で、もともとありました AMM とか AKK のシリーズ同様に、こう真ん中にはね、このロゼッタにアバロンが入っていて、スロッテッドヘッド、こういった仕様になっているシリーズですね。で、今回アカシアの単板を使ってるんですけれども、価格がかなり抑えられていて、皆さんちょっとテナーサイズ、これコンサートもあるんですけれども、コンサートサイズと非常にこう手の届きやすい価格帯にうまく収めてきたなっていう感じの、そういったこちらシリーズでございます。音色も、まずボリュームは非常にありますし、テナーサイズらしい芯の太い音っていうのももちろん感じられるんですけれども、どちらかというと結構こう明るめの軽やかなテナーサイズなんだけれども、そんな感じの鳴り方ですね。非常にこう軽快な雰囲気でなってくれる、そんな一本なんじゃないかなと思います。もちろんボリュームもね非常にありますし、あと演奏性もあの絵ね、こうフレットの処理とかも非常に綺麗で弾きやすいですし、弦高もそれほど高くない。そして、弦もこれ今年発売になったグリーンのフロロカーボン弦なんですけども、これもね結構弾きやすくて音色も良いので、こうパッと見はねグリーンはねそんなになんて言うんだろう、すぐ明らかに緑だなって分かるほどのあれではないんですけれども、それでも、こういうサドルの上とかね、この辺見るとちょっと緑がかったこの弦が分かっていただけるんじゃないかなと思います。これはこれで非常に、他にはねグリーンだと110のシリーズかにもともと貼られてる弦なんですけれども、今回のこの AAA のシリーズにもこう最初からデフォルトの弦としてこちらが貼られておりますので、グリーンの弦を試したいという方もね、ぜひ店頭でこの辺で弾いていただけると、こう感触とか音の雰囲気とか分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらアヌエネの新製品ですね、 AAA3 オールアカシア単板のこちらテナーサイズでございます。こんな感じの木目の今回個体でございますね。初回ロットはね非常に少ないみたいなので、気になってた方はぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。